突っ張る動きあるのか、引きません。深谷まずは突っ張った、マーカー7番中村、5番の吉澤中段で下げた佐々木は後方から。今日もこのまま先行となるか、1番の深谷が後ろを警戒しています。地元中村の前で今日も積極先行を打ってくるのか。深谷の動きには中村がしっかりマーク。中段から東日本、遠征ラインは後方に置かれている。ジャンが入って深谷が一気にペースを上げていく。今日も積極先行1番の深谷、マークはしっかり7番の中村、後方から4番佐々木の巻き返し、まくってくる西日本勢ですが、合わせて5番の吉澤も踏み込んでくるが、逃げる深谷、さあまくれるか。5番の吉澤は、吉澤3番手から踏み込むが、逃げる1番の深谷、番手7番の中村、中村が牽制し、2番の神山切り替えて追い込み勝負、粘る深谷、かわせるか中村、迫ってくるが、1番の深谷逃げ切った、堂々と逃げ切った1番深谷智弘。